それでは本日のお悩みニキビ顔に自信が持てない28歳女性会社員の人ですね顔顔中ニキビがひどい小学校の時のようなすべすべの肌に戻りたい肌が綺麗になるようないい方法はないかもしくはこのニキビだらけの顔を 受け入れられらるような心の持ち方を教えてほしいといとうお悩みです、えっとこの方の心の中の症状としてはまあふだのね状況ニキビ側を意識して改善しようとして食事のとか生活習慣の改善っていうものを意識してそれからだいぶ良くなったで昔よりブツブツと吹き出てくる感じはなくなってきたということのようですね。 ただニキビの跡が消えないでお友達とかまあその他でも肌が綺麗な子を見ると「もういいなうらやましいな」っていう。でまた「うんどうして自分だけこんなに肌が汚いんだろう」っていうね。でファンデーションあの女性なので一生懸命ファンデーションをして隠してでも人並み以下の肌だっていうことね。で えー、ニキビで赤くなった自分の顔が嫌いだとでテレビで見てるとアップなんかで女性のねこうクレーターのようになった跡がもう惚れてしまってクレーターのようになった人の顔を見るともう自分もそうなっちゃうんじゃないかと思って不安っていうね。で、えー、彼の前ですっぴんになるのがそうい嫌だ抵抗があるっていうようなあ心の葛藤があるようです。 うんまあ一番の問題はやっぱりその肌の状態っていうのはあの皮膚ね皮膚というのは私たちの体の中のの体中最大の排泄器官なんですよなので、えー、例えばうんちをするとかおしっこをするっていうのと同じように私たちの肌っていうのは私たちの体の毒素それから余計なねあのもの いいいろろとゴミを出していく最大の器官なんですよなので、えー、ニキビっていうのも吹き出物っていうのも、まあ、あ自分の体の中の毒であったり余計なものっていうものを外で出そうとする作用なのであのどうでしょうね10日に1遍しかうんちが出ないっていうのと毎日3回出るよっていう人とだったら便秘の人からしてみると。 なんか毎日3回出た方がいいじゃないですか肌的には体の中に溜まっている毒素をずっと溜め込んでおくよりは外に出すというのは優秀な排泄器官を持ってらっしゃるということなんです体の中に溜まってたら病気になりますからそれを何らかの形で外に出そうとしてるっていうのはとても大事なことですよねで、えー、ただただ えと肌の状態が悪いっていうのは結構胃腸に関係をやっぱりしてるのであの腸の状態ですよね腸の状態が良くないとやはり、えー、肌が荒れやすいっていうことがありますからやっぱりその生活習慣とか食事とかこれまで以上に気をつけてそういったフィジカルな部分っていうのかな体の実際の,あの物理的なところで、えー、対処していくっていうことはまだまだ改善の余地としてはあると思いますね。 もっと、まあ、多分食事のこととかねそれから自分の体のこととかいうことを生活習慣というものを見直すことによってだいぶ変わってくるのでそこはちょっと勉強された方がいいと思いますね自分でもね。もう一個肌荒れのやっぱり大きな原因はスストレスですよねで、えー、私の顔は醜い顔だとニキビ顔がひどくて人の前でとてもとても見せられたもんじゃない恥ずかしい かっこ悪い、情けないっていう思いが全部ストレスになってまたこの人のニキビを悪くしてるっていう状態になって悪循環になってしまうそこが一番の問題ですよねですからちょっとねあの、まあ、先ほど言ったように胃腸の改善をする生活習慣の改善をすることによって確実に肌が最大の人体の中で最大の排泄器官なので、まあ、あの便がポンポン出るようにあの、ね、ニキビが出てくるってことは悪いことじゃない。 それを少しでも減らしたいのであればもっと違うところから出てほしいですね毒素がなのでお尻から出たりねあのおしっこの排泄から出たりという形であと汗っていう形で出たりとか、まあ、そういった形で出てほしいなのであの体が健康であるがゆえに排泄をちゃんとしようとしているっていうことなのでそこは認めてあげてほしいんですただしもうちょっと違うところからきれいに出てほしいなっていうのは女性ならあると思います。 はい、で処方箋ちょっと先ほどお話ししましたけど一つあの、うんえー、生活習慣というものをもうちょっとやっぱり見直してで自分の体の中をきれいにし中から出てきているものなので中をきれいにしようとするってことをしてください。で特にやっぱり消化のいいものを食べていくとそれだけ腸に悪いものがたまりにくいのでやっぱりお野菜を多くしたりとかねそれから夜遅く食べないとか。 やっぱりこう夜更かしをしないとかもう如実ですよね夜更かしすると肌荒れがね夜更かしをしないとか、うん、で、えー、いうことですそこはもう必須ですね、えー、自分の生活習慣の改善をすることによって体の状態をもっと健康にするっていうことこれが1番目処方箋ですで、えー、処方箋の2番目2番目なんですけどこれやっぱり自分の精神の改善、ね、精神の改善でこれはどういうことかっていったら うん、ニキビが出てしまってるっていうことを止めることができないわけですよ。なのでこれは一気にあのニキビをニキビを私の顔から「なくなーれ」とかって言って次の日なくなるわけじゃない。であるならばストレスの最大の原因になってる一つでもあるニキビに対してのコンプレックスっていうものを取るしかないんです。ね、でこれは ニキビに関しての悩みをなくそうと思ってもなくならないんですなので既にあるものをそれは自分にとって弱みだと思ってるわけねすごいこう自分に自信のないポイントだと思ってるわけですよここをチャームポイントに変えるっていうことを考えるニキビをチャームポイントに変えるどうしたらいいんでしょうねいいろいろあると思うんですけど例えば 池のメダカさんという私の尊敬する一人の,あの師匠がいるんですけど、ね、池のメダカさんって分かりますよねあの芸人さんになるのかな吉本の芸人さんですねあのおっさんは身長が普通の人よりもはるかに小さいということを利用して小ささなおっさんとししてて勝負してますね自分の最大の弱みが最大のチャームポイントになってるんです。 吉本興業から池メ目永さんがいなくなるっていうことは大いなる損失だと思うんですよね。山田花子さんは山田花子さんは僕チャーミングだと思うんですけどあのチャーミングさっていうのは何なんでしょうかっていうことですね。それからなんとかかなちゃんっているじゃない何でしたっけかな子さん面白い人なんとか原かな子さん柳原かな子さん 柳原かなかでもでもそうですよねあのクラスにいたらちょっとおしゃべりななんかっていうね、うん、別に僕は彼女はチャーミングだと思うんですけどチャーミングじゃないですかで今お笑いブームなのでみんなねお笑い芸人の面白い話じゃなくてお笑い芸人がいかに自分のウィークポイントをチャームポイントに変えてるかっていうところを見てほしいんですよ。ジャニーズととか見てるとへこみますけど お笑い芸人はすごいですね面白い笑い,笑いを提供してるんじゃないんですよ。あの人たちは何を提供してるかって言ったら自分たちのウィークポイントをチャームポイントにどうやって変えるかっていうそのサンプルを提供してくれてるんですね。うち幼稚園をねあの私も幼稚園の運営に関わってるんですがうちの幼稚園で、えー、伝説の先生がいるんです。実は この人は私の小さい時の初恋の先生でもあったんですけど、伝説の先生がいるんですよ。で、この伝説の先生、もう今は辞めて、あのね、特に幼稚園辞めてもいい。お姉さんとか、おばさんになられていると思うので,で、お母さんになって素敵な家庭を築かれてるんですけど。その先生の保育記録っていうのは幼稚園に残ってるんです。残した作品っていうのものすごいんですよ。子供たちに向けての絵本を手作りで作ってるんですけど。まあ、今でこそいろいろあるんですけど、ポップアップの絵本なんです。 ものすすごい絵本で,すでやっぱり子どもたちの観察力子どもたちの,あのなんていうのかな様子いろいろなことをねあのもう本当によく勉強して観察して愛情を持ってらっしゃる先生じゃなきゃこういう絵本は作れないっていうような本を作ってらっしゃってそれが今でも幼稚園に残ってるんです。ね、でこの先生の最大のウィークポイントは何かって言ったらボッコボコなんです顔が。 クーーターだらけなんですよそのねこのお悩みの人が言うクレーターだらけのお顔なさってる一切気になりませんでしたそんなこと、ね、子供たちもその先生大好きだったし他の先生たちからも慕われてたしすごい明るくて優しくて素敵な人でしたね,ねだって私が幼稚園の時にいた先生なのでいま、ね、だに残ってますから 私40今42歳ですよ、えー、幼稚園というと3歳4歳5歳でしょ20年という時を超えてその先生の顔と、まあ後の先生忘れちゃったんですけどあその先生の顔とその先生のやっぱり笑顔とか覚えてますもはっきりねで何を覚えてるかってっその先生のあのボコボコのクリエーターだらけの顔でニコって笑ってるところを覚えてますまあもちろんね 女性なので綺麗な方がいいっていうのはあると思いますけどでもまあ、芸能人の人と比べたら絶対ダメですよね芸能人写真集は全部加工してますからそれ知った方がいいですよ今の技術はすごいですからあのうちにもねあのデザイナー優秀なデザイナーがいるんですけどだいたいあの A カップの女性を F カップぐらいまで余裕でできますよねそういう風うにしてあの雑誌とか全部編集してちゃんと加工してありますからねあの。 優秀な画像編集ソフトによっていくらでも女性の肌は綺麗に作れるんです今それ見てこんな綺麗な肌こんな綺麗な肌になりたいって憧れたらそれは嘘の世界ですから騙されちゃいけません今こういう自分の体にコンプレックスを持つっていう人たちが非常に増えてます昔以上になぜかって言ったらもうテレビで写真集で街中歩いてたら看板ですごい完璧なスタイルで完璧な顔をして完璧ななんか 何にも悪いところがない100%ところ 130%40% ぐらいのモデルさんというものを作られたあくまで私たちの前に出してスポットライトとか光で調整して完璧に見せてる実際は実在しないもう漫画の世界のような女性像とかモデルさんっていうものをバンバン見せられますから昔の人はそんな見たことない江戸時代の人はそんな見たことないですから。ね、話には綺麗な人と聞きますけど。 しょっちゅう毎日毎日ものすごい理想の宇宙人みたいな作られた人工人工モデルですよねあれはねそれを生身の人間をベースに加工した写真加工した映像いろんなものを見てそれと比べて自分はって言って比べる対象がどんどんあってそれと比べてあなたももっと綺麗になりにさいもっと綺麗になりにさいってメッセージを日夜あのねもう本当にあの歯のなんて言うんですかあの 歯磨き粉の宣伝とかね大嫌いですよあれ見るの「キラーンとか言ってで自分のガタガタのハートと比べてみるともう嫌になるじゃないですかでじゃあ,あの歯磨き粉の宣伝とブチッと切った切ったったら遺産なのねあんなの見るから自分の理想の姿とそうじゃない姿っていうものをこの落差を作ってあなたもこうなれますよ商品買いなさいっていうコマーシャルにみんな踊らされちゃってるんですだからそんなことに踊らされる必要は全然ないんです なので、まあ、何事にも言えるんですけどいいですか自分にコンプレックスがあるとそれはもうしょうがないとそれをチャームポイントにどうやって変えるかそれを、この人私会ったことないのでお悩みだけしか聞いてないので分からないですけどどういうことがこの方のチャームポイントなのか分からないですけど本当にこう初めての人に会ったら「あのニキビのなんとかです」ってでもそれが嫌な印象じゃなかったらそんな素敵なことないですよ絶対覚えてもらえますから。ね、でもそれぐらい ニキビっていうことを逆に武器に生かすことができないかなっていうぐらいの自分軸を持つっていうことなんです、ね、ですそれを持てると必ずそのニキビっていうものをカバーするだけの魅力っていうのはその人にやっぱり出てきてでそのことによってねあっそうかってニキビがあっても 他の人に認めててもらえるんだって自分の魅力として吸いてもらえるんだってことが分かってくると不思議とニキビっていうのが気にならなくなるだけではなくてストレスが減るので改善をしていくっていうスピードが早まってくると思います。なのでまあ処方箋今日2つ言いましたね一、えー、つは生活改善っていうのこれいいことですよ。ニキビになったがゆえの 副,産物ですね、副作用じゃなくてニキビになってそれを改善したいと思うから自分の生活習慣というのを改善をして自分が健康になるっていう副産物があるのでもっともっと自分の生活習慣とか体の面からニキビを改善できないかっていうことをちょっとねチャレンジしてみてください。それから2つ目ニキビをチャームポイントに変えるにはどうしたらいいかっていうことですね。でそこをねぜひあの取り組んでいただきたいんです。ね、最後に想像してみてみください すっごい真っ赤っかになるぐらいの吹き出物の出た顔のクレーターいっぱいできた女性のものすごい卑屈で暗い女これとニキビいっぱいあるけどすっごくて明るくて元気でなんか一緒にいたくなるなっていう女性どっちになりたいですかっていうことですね。 あの今出てるニキビを「引っ込め!」って薬塗っても何やってもいろいろやられてこられたでしょうけどそう簡単に引っ込まないのであればこのニキビっていうものをどうやって武器に変えていくかっていうことを考えた方がはるかに健全だし、うん、さっき言ったようにニキビだらけのででで暗い女最悪ですよねでもニキビだらけだけどだけどすっごい明るくってすっごい元気でなんか ニキビのことを1ミリも気にしててないっていっうこの,このなんか天真爛漫のあっけらかんとしたっていう女性どっちが魅力的かっていうことニキビだけど私実はニキビだけど何々っていうこの何々をねぜひこう追求していただけると多分すごい素敵な女性になるんじゃないかなと思うしそうなった時には多分ニキビが消えてるか気にならなくなると思います。 ぜひニキビをチャームポイントに先駆者になってください。